大英過去に存在した、大英の店舗過去に存在した北陸地区、甲信越地区、東海地区の大英の店舗過去に存在した北陸地区、甲信越地区、東海地区の大英の店舗は、株式会社、大英及び子会社の北陸地区、甲信越地区、東海地区における閉鎖店舗を掲載している。かつてフランチャイズ提携により大英の店舗として営業していた店舗で、 フランチャイズ中の閉店。フランチャイズ契約解除による離脱の店舗については過去に存在した大英のフランチャイズ店舗を参照。現行店舗については大英店舗情報を参照。2005年10月31日の金沢店の閉店で北陸地方から完全に撤退した。直営での出店はなく、県内には安崎によるフランチャイズ店舗しか存在しなかった。 2016年3月1日に本州の総合スーパー29店舗がイオンリテールストアに承継されて大月店の運営がイオンリテールへ移管されて3月6日にイオン大月店として新装開店することになったことにより高新越地区からは完全撤退となった大英大月店大英長岡店11月14日撮影2015年9月に 愛知県名古屋市内5店舗の運営をイオンリテールに関して法人として完全に撤退し、同年10月1日に店名をイオンへ変更した。名古屋市大英上井田店終わりに市三河ハイパーマート、岡崎店東、三河静岡市西風清水店駿河伊豆浜松市、西風天竜店、東東海。ありがとうございます。